皆さんこんにちは。衝撃の芸能 TV のお時間です。鈴木保奈美さんと織田裕二さんが主演を務めたフジテレビの人気ドラマ東京ラブストーリーの主題歌となった「ラブストーリーは突然に」や明治安田生命の CM で有名な「確かなこと」などで有名なシンガーソングライターの織田和正さん、3年ぶりとなる全国アリーナツアー「今度、君と」をスタートさせました。2022年6月のツアースタート時点で74歳8ヶ月だった織田和正さん、この規模の全国アリーナツアー開催は国内アーティスト史上最年長となります。2019年に武道館で行われた前回ツアーの最終日、また会おうぜとファンに約束した織田さんは、コロナ禍を乗り越え3年ぶりとなるツアーを成功させました。しかし織田さんはすでに74歳、いくら若々しい歌声を保ち続けているとはいえ、なぜこの年齢になってまで精力的に活動を続けられるのでしょうか。その原動力となっているものとは一体何なのでしょう。2019年には追加公演も含め全国24会場64回もの公演を果たし、なんと55万人ものファンを集めていたと言われています。オフコース時代から変わらぬ魅惑のハイトーンボイスで多くの人々を魅了し、これまでどれだけ多くの人の心を癒してきたか計り知れません。日本人ならば彼の歌や声を知らない人はいないと言っても良いくらいかもしれません。お客さんがこのキーを求めているのが分かっているから、これが出なくなったら引退と語っていたこともあるように、とにかく歌うことそのものをライフワークとしており、ご自身の限界まで挑戦し続けることに覚悟を決めているように見えます。しかし織田さんの年齢を超越した活躍の裏には織田さんの肉親の影響があったそうなのです。織田さんはメディアに登場することが少ないため、そのプライベートは謎のベールに包まれていましたが、調べてみると意外な過去が見えてきました。今回は織田和正さんについてお話ししてみたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。横浜市金沢区で薬局を営む両親の間に生まれた織田和正さんは、金沢文庫駅のすずらん通り商店街にある織田薬局で次男として育ちます。父親からは医者になってほしいと言われ、横浜市立八景小学校を経て1960年に聖光学院に進学。小学3年生の時、中学受験のため通っていた進学塾への通学途中、京浜急行の車中で後のオフコースメンバーである鈴木康弘さんと運命の出会いを果たします。鈴木さんとは第一志望だった栄光学園中学の受験に2人揃って失敗しますが、2人は大変仲が良く、一緒に選んだ中高一貫教育である聖光学園中学校高等学校を通じての同級生でした。高校に進学すると、地主道夫さん、須藤隆文さんらにも出会い、4人でバンドを組んで高校3年生の学園祭で初演奏を披露します。その後オフコースとしてレコードデビュー後も5人構成となる前までは、織田さんと鈴木さんは毎年母校を訪れ学園祭で演奏を披露していたそうです。在校生としてはこんな嬉しいことはないですよね。そんな母校思いの織田さんは、高校卒業後は医者ではなく音楽の魅力に魅了されていきます。横浜で薬局を営んでいた父親とは若い頃は折り合いが悪かったそうです。父親は医者になってほしいと願って塾や習い事に通わせ、勉強熱心に育てていたにもかかわらず、織田さんはそれに反抗してか大学は建築科に進み、おまけに大学院では建築との決別という修士論文を提出し、突然歌手を志すと言い出したそうなのです。これが織田さんにとって歌手活動のきっかけとなります。これにはさすがに父親も呆れ返り落胆してしまったとのこと。そんな若い頃にできた親子の間のわだかまりがあったからか、織田さんは歌手として成功した後も実家への行き来はほとんどなかったといいます。しかし気がつくと、その父親の薬局の経営が悪化し、実家の住まいが差し押さえられていたことがあったそうです。ですがそんな一大事にもかかわらず、父親は一人で経営をやりくりし、織田さんには何も伝えていなかったようなのです。しかし実はこれには父親や長男からの歌手として頑張っている次男に迷惑をかけてはいけないという無言のエールが込められていたのだとか。
本当は助けて欲しかったのにもかかわらず、あえて小田さんには知らせず、自分たちで何とかしようと奮闘していたのだそうです。後にそれを知った小田さんは、自分はもっと歌を頑張らないといけないと人知れず決意したのだと言います。若い頃は分かり合えないこともありましたが、最終的には息子の夢を応援し見守っていた父親も、2008年には舌がんのため他界、最後はまるで病室で小田さんの到着を待っていたかのように、小田さんが到着するや否や、そうか、それじゃあちょっと寝るわと言って静かに眠りについたそうです。最後まで我が子を案じて愛していた父親、同じように応援してくれているお兄さんのためにも、生涯にわたって歌手として自分がやれるだけのことをやろうと、今もなお超人的な音楽活動を続けていると言われています。あの伸びのあるハイトーンボイスと優しいメロディーや心にしみる歌詞の裏には、こんなにも強い家族への思いが込められていたのですね。大学ではバンドメンバーと離れ離れになりましたが、仙台と横浜をお互いに頻繁に行き来し、音楽活動を続け、1969年にアマチュア音楽活動にけじめをつけるため、ヤマハミュージックコンテストに東北地区より出場、東京でなく東北から出場したのは、東京ではレベルが高く東北の方が勝ち抜きやすそうだからと考えたからだそうですが、実際に出場してみると東北地区も大変レベルが高かったそうです。それでも東北地区を1位で通過し、全国大会に進出します。全国大会では赤い鳥やチューリップの前身であるフォーシンガーズらの強敵がいましたが、寝ててもできるくらいの猛練習を重ね、自信を持って臨んだそうです。しかし1位は赤い鳥、オフコースは2位でした。小田さんらは優勝して音楽活動にけじめをつけるつもりでしたが、2位になったことでこのまま終われないとプロの道を歩むことを決めます。数年間は売れない時代が続きますが、1970年代から1980年代にかけて次々とヒット曲を生み出し、時代を代表する人気グループとなります。オフコースが発表したシングルの A 面のほとんどは小田さんの曲であり、そのシンプルでストレートに愛を歌う歌詞とハイトーンの澄んだボーカルはオフコースの大きな特色でした。オフコース時代のヒット曲には、さよなら、イエス、ノー、君が嘘をついたなどがありますが、1989年に惜しまれながらオフコースは解散。それ以降はソロ活動を本格化させ、1991年フジテレビの月9ドラマ東京ラブストーリーの主題歌として制作した楽曲ラブストーリーは突然にがオリコンシングルチャートで第1位を獲得し、なんと258万枚のダブルミリオンセラーを突破。まさに絶好調かと思われていましたが、大きな災難が彼を襲います。1998年7月22日夜、愛車のセルシオを自身で運転中自損事故を起こし、全治4週間の重傷を負ってしまったのです。現場付近は雨が降っており、時速80キロの速度規制のところを約20キロオーバーの時速100キロ前後で走行していたそうで、スリップしてブレーキが効かずコントロールを失いガードロープに接触してしまいます。その衝撃で後部座席に飛ばされ、小田さんは後部座席で横たわった形で救出されました。幸いにも後続車による追突や横転、反対車線への飛び出しなどがなかったため、なんとか一命を取り留めましたが、全治4週間の大怪我を負いました。退院後は奇跡的な回復を見せ、同年9月12日完治していない体にもかかわらず、ジョイントコンサートライブを披露し歌手活動に復帰を果たしました。復帰以降はメディアへの露出も増えていきます。小田さんはオフコース時代からテレビというメディアには不信感を抱いており、めったに出演しないことで有名でしたが、ソロ活動を始めて以降はネスカフェの CM 出演を皮切りに、自身の露出にも関心を持つようになります。しかし、いわゆる普通の音楽番組にはほとんど出演しないことからもわかるように、制作段階から自身の構想や意見を反映できることを条件にしているとのこと。こうした強いこだわりも作品作りに影響しているのでしょう。2000年以降は CM とのタイアップや他のアーティストへの楽曲提供、コラボレーションも行うようになりました。
2000年から始まった明治安田生命の CM は覚えている方も多いかと思います。そして70歳を超えている現在でも精力的に音楽活動を続け、2022年6月3日からスタートした全国アリーナツアーは国内アーティスト史上最年長記録となっています。いかがでしたか？現在でも精力的に活動できるのは父親や家族への思いがあったからという小田和正さん。父親への思い、そして家族同士の思いやりに大きく胸を打たれました。これからも元気に、一人でも多くの人に魅惑の歌声を届けていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録していただくと次の動画も見ていただきやすくなります。それではまた。